ワールド331号です。今回はスモールブロックシェビーのカムシャフトとタイミングチェーンのセットアップ、それをやっていこうかなと思ってます。今回使うカムシャフトはハイドラリックフラットタペット、そしてタイミングチェーンはサミットレーシングのダブルローラーチェーンを使います。まずはじめにクランクシャフトのスプロケットを入れていきます。でこれはですね、この0とここの切りかけのキーのところ、ここのところをよく確認してください。そしてこれちょっとこうごちゃごちゃあれですね、いろんなところ入るようになってますけども、これはアドバンス、リタードっていうようなものがありまして、これちょっとややこしくなりますので、この説明もまた後日やりますので、とりあえず今回は0、まあ0で入れるのが一番間違いないです。でこの切りかけのところの0を合わせまして、これを、入れていくんですけども、これ圧入するとかそういうのってなかなかこうできないですね。でよくバーナーで炙って温めてからポンって入れてる方いらっしゃいますけど、それはノーマルのポンチを打ってあるタイプのスプロケットでしたら全然問題はないです。ただこのように数字とかがプリントされてるものですね、これ炙っちゃいますとみんな消えちゃうんです。なんか焦げちゃってよく分かんなくなっちゃったりしますので、これはちょっと炙らずにですね、こういった工具を使います。これでっかいボックスでも、まあ、鉄パイプでも何でもいいと思うんですけども、そこにまあ叩き入れてるわけですね。でこれはちゃんとしたこうジェセルっていうメーカーのものなんですけども、まあ、こんなのちょっと昔にいちいち買ってました。アルミでできてるんですけど、そのまま叩くとちょっと傷つきますので、一回マスキングテープかなんかで軽くカバーをしまして、でまずここでポンポンと叩き入れていきます。そうしましたら、まずこのスプロケットはこの0っていうところですね、まあポンチが打っているものであればそのポンチ、それをですね真上に向くように入れてください。で真上に向くようにセットをしておきます。そうしますとおのずと1番と6番のピストンが上支点のところに来ます。そして次、カムシャフトを入れていきます。これはカムベアリングにコツンとぶつけないように、まあぶつかっちゃうんですけども、極力ぶつけないようにそっと神経質にやってください。でカム入れるときにこれ最後、スプロケットを一回ちょっと仮止めしまして、これグッと持ち上げながら力技になります。そしてカムが入りましたところで、このスプロケットを仮付けしまして、今度はこのスプロケットのポンチが下に向くように、下のスプロケットと上のスプロケットのポンチとゼロが向かい合うようにセットしていただきたいんですね。で一回それができましたら、今度はチェーンを貼っていきます。でチェーンを取り付けて、そしてこのおすすめなのがただカムボルトをそのままつけるのではなく、このカムボルトのトルクっていうのは15フィートポンドでほとんど締まってないんですね。すごく緩いので、これだとちょっと緩むのが心配っていうことでカムロッキングプレートでこういったものを使います。最初にカムロッキングプレートをつけまして、次にボルトを入れます。そしてまあタガネとかマイナスドライバーで起こしていくんですけども、こういうふうにポンポンと叩きながら取り付けていきます。事前にちょっとこうペンチかなんかで起こしておくと取り付けはしやすいと思います。そして3本15フィートポンドで決まりましたらば、これ今ポンチとポンチが向かい合ってる状態ですね。これだと今6番の上支点になってます。そしてこれをぐるっとクランクシャフトのスプロケットを回していきます。まず1回転回すと、今度はそのカムのスプロケットのポンチが上を向くようになります。でも下のクランクシャフトのゼロマークの方はもう上を向いてます。でこの状態が1番の上支点なんですね。そして次にまたもう一回ぐるっとクランクシャフトを回していきます。そうしますとまたこうポンチが下の方に戻ってきます。でここのところがちゃんとぴったり合った状態、これで一回タイミングタブを仮付けしてみてください。そしてハーモニックバランサーも仮で組んでいます。タイミングポインターの0とハーモニックバランサーのこの切りかけ、この0の部分ですね、ここがぴったり合ってるかどうか確認してください。
合ってるようでしたらそのままバラしてもう一回どんどん組んでいけるんですけど、合ってないようでしたら何かで印を付け直してみてください。そして、タイミングカバーを取り付けます。でハーモニックバランサーを圧入していきます。まあざっくり言ってしまいますと、スプロケットのポンチ同士を合わせれば、印同士を合わせて入れればいいっていうだけのことです。本当に神経質にやるようでしたらば、正確に1番を出すっていう方法もあります。これマイクロゲージっていうものすごく精密なゲージがあります。それでピストンのところにセットしておきまして、完全に上視点を確認してからこのポンチとポンチを確認し、ハーモニックバランサーとタイミングタブのこの00もぴったり見るっていうようなやり方もありますけども、それはだいぶ機材が必要になりますので、またそれもちょっと改めてご説明していきたいと思います。改めては非常に多くて申し訳ないんですけども、いっぺんにやろうとするとものすごく長くなりまして、視聴されている方も途中で飽きちゃうと思いますので、またちょっとそれはおいおいやっていきたいと思います。こんな感じでカムシャフトとスプロケット、タイミングの取り方ですね、ざっくりですけどもこんな感じでやっていきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。